この動画では大学院生の9割以上が利用する単科生制度についてご紹介します。入学を判断する前に授業の雰囲気をつかみたい、学びと仕事、プライベートを両立できるか確かめたい、このような思いに応えるのが単科生制度です。単科生制度とは、大学院へ入学する前に MBA の科目を1科目から受講できる制度です。グロービスでは他のビジネススクールと同様の人、物、金に加え、思考、志、テクノベートなどの独自の領域があります。カリキュラムは約50科目あり、レベル別に分かれ、基本、応用、展開と順番に学んでいきます。単科生の方は、人、物、金、思考、テクノベート領域、15科目から選択できます。単科生制度を利用すると、大学院への入学が確定していなくても、1科目から受講可能です。これから本科生を目指す方は、来年度4月入学となります。入試の出願は年間のうち、5月、9月、1月のタイミングで受け付けておりますので、実際に授業を受講した上で、出願の意思決定ができます。入試の出願締め切りなどの詳細は、グロービス経営大学院ホームページでご確認ください。